荒木は日本の短歌結社史。1903年に伊藤幸男夫をはじめとした正岡式門下の家人らが集まったネギシタン加会の機関誌、足火を源流とし、1908年に幸知夫や荒木慎一郎を中心に荒木として創刊。翌年、島木赤彦が創刊した日、室と合併し、荒木と解題された。編集体制は、 当初、社長を中心とし、小泉近氏、斎藤茂吉、石原淳らが交代で編集に当たった。しかし、編集主任であった、近氏の編集体制のもとでは、遅間休館が続き、社長が死去する直前の1913年には、茂吉らとの内部分裂が深刻となり、休館、廃館も視野に入るほどの危機に陥った。茂吉は赤彦に休場を訴え、 豪を煮やした赤彦が長野県から上京を。編集発行人を一時的に近市からも基地に交代した。1914年6月より赤彦らと親交の深い岩波茂雄が経営する岩波書店にて販売取扱いを始めた。1915年2月に赤彦が編集発行人となり、3月より岩波書店が正式に発売所となる。 赤彦は会計整理を結行し、会員であった画家、平福百水の絵画反復会の開催や、会員像強作などを講じた。また、茂吉の第一歌集、釈光は、神経交短歌の代表格として一ら荒ぎの名を高め、発行部数の増加と花段の制覇に大きな貢献を果たした。赤彦文下の土田公平。 鹿児島呪蔵らにより堅実な写生主義が引き継がれたが、作風は、強愛な形式化が進み、近しや淳、作長空らは、荒らぎを脱退して1924年に、北原白州、前田夕暮れらと共に、日光を創刊した。1926年より、茂吉が、1930年より、土屋文明が、編集発行人となった。戦後は、 もきち文化の佐藤沙太郎による、歩道、文明文化の近藤義宮岡井隆らによる、未来、文明文化の高安国代による、党など、有力会員による分離独立が相次ぎ、その過程で荒ぎ本氏は相対的に影響力を落としていった。1993年、小市三義が編集発行人に就任。1997年12月週間、 これを不満とした同人たちの手により、短歌詞が創刊された。宮地真一、吉村厚志人、狩部貞らによる、新荒木らら、大河原厚志行きによる、短歌二十一世紀、小市三好による、西南、時祝雄丸による、荒木派の四派に分かれ、それぞれ後継結社を名乗った。四季の短歌論を信奉し、荒木によった歌人たちを、荒木派と称する。写実的。 生活密着的過風を特徴とし、近代的な人間の真相心理に迫り、知性的で分析的な解釈をしている。らぎの系譜を引く結社すべてを合わせると、現在に至るまで、花壇の最大勢力である。1997年のらぎの分裂に伴って、らぎ派という結社誌が新たに創刊されたため、以降は、両者を区別するためらぎ系と言い換えるようになった。 講義の意味で、らぎ系に分類される結社には、新らぎ、短歌21世紀、未来、等、歩道などの全国結社のほか、ヒーラギ、臨戦、軍山、関西らぎ等をはじめ多くの地方結社がある。ありがとうございます。